はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。今日はねちょっとね最悪なんですよ。もう僕のことにはなりますけども、いつもね撮影で使っているですねソニーのね一眼レフ α6400 がまた壊れました。またっていうのも2回目なんですよ。結構壊れる。ちょっとねこれどうなのって思うよ。ちょっとクレーム入れたい。まあ確かにね YouTuber はですね、まあ、毎日何時間も使うんで普通のね人とはちょっと使い方が違うんですけども、それでもさソニーでしょ、そんなに壊れちゃ困りますよ。もうどうしようか、バックアップとしてねもう1台買おうか。いやでも買うとさ20万なんでちょっとねとりあえず修理には出しますけども、しばらくはね、まあ、いつもとちょっとカメラが違うキャノンのねビデオカメラで撮影してねやっていこうかなと思います。そんなことより来ましたね、常夏アロハ姫、そして真夏のスノーラビ&渚のコンタンの出現率チョアップ来ました。あれが来ないんか夏目ちゃん水着のねチョアップが来ない。今回はですね正直夏目ちゃんがあればなんとかなるんだけど、まだ僕持ってないんでちょっとそこがね微妙ですけども、まあとりあえずね取りに行こうかなと思います。僕はですねまだミッチーの方が倒せていないので、できれば真夏のスノーラビが欲しい。まあ魔の周回もですね相当厳しくなってきたんで、確かにね特攻1体もしくは2体ぐらい欲しいとこではあります。確率見ていきましょうか。夏目ちゃんは 0.3%、 もう地獄でしかありません。常夏アロハ姫は 1.2、 そしてスノーラビコンタは 1.6 ということで、僕はですね常夏アロハ姫実は初日に神引きしたんで持ってるんですよ。なのでここはアロハ姫を通り過ぎのスノーラビーもしくはコンタンワンチャン夏目狙いでガチャ引いていきたいなと思います。ちょっとねどうする、今回のガチャ夏目ありきなんで、このあと夏目の出現率超アップ、そして追加ガチャと盛り上がってくるんで、そこが本当の勝負かなと思うんだけど、待てねえよ3連休やることねえよということでいきます。さあ10連いきます。当たり前じゃないですか、さあ神引き行きたい。いやでもカメラ壊れたしな、縁起悪いんだよな。いやいやいや出しますよ、いきます。さあ来てほしい、ラストいくわ、ラストいきなりラストいきます、お願いします、マジだからね。さあ昇天して引きたい、お願いします。止めるよ、あー来たよ来たよ、やっぱりラスト何かあるよね。ラストもうこれからさ、もうラストでいいわ、いきなりラストでいいわ意味わかんないけどさあ止まれば新キャラお願いします。さあ赤カップ金カップもあるよ、今回金カップもあります。確率的にはねスノーラビ 1.6 出るっしょ、そしてワンチャン常夏、いやいや常夏持ってるしね、まあ限界突破もありって、いやありなんだけど、いやいやそんなことより夏目ちゃん、こっから夏目ちゃん引いたらさもう今日休み連休やりまくりだわ。さあ止まってほしい。さあ夏目ちゃんスノーラビコンタントね3体引けたら超神引き、いきます。さあ止まれ止まれ止まれ、うっと止まんねえ、カッパかい。さあマジで最悪の事態やめてよ、最悪の事態はやめてほしい。うっあっと止まんねえ、カッパちゃんかい。さあここ何が来るのかい。さあできれば夏目アロハ姫は持ってます、だから止まれば夏目スノーラビコンタンどちらかということで、はあ、深呼吸激アツです、いきます。うっあー来た来た、夏目お願いします、水着タイプ。どっとコンタン来ました、ダブルゼータのコンタン来ました。まあいいでしょうコンタン、いやでもコンタンかいっていう気はするね、憎き男倒せとるっちゅうの。まあでもね熱気の間ご褒美の間で特攻あるんで、まあ、ワンチャンあるし、見た目可愛いしキャラ的にはもう大好きなんですよコンタン。ということでアイドル妖怪コンタン、まあどうなの神引き
わかりませんけども、さあ皆さんはですね、このガチャ何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりね、コメント欄で教えてほしいなと思います。みんなの視線は魂胆が独り占めということで確かに可愛いけどね、友達になりました。渚の魂胆っていうか、渚ですよ。ちょっと大事に育成してさ、使っていくわ。さあこれでちょっと魔の周回が楽になる。そして、まあ、肉食男倒せとるけどね。現在の状況なんですけども、魔のクリアレベル35まで来ました。マックスです。ご褒美の魔はレベル3ということで、まあ、今日だけですね、ご褒美の魔出現率アップ来てるんで、ワンチャンあるんじゃないのか。さあまずはずんどう丸のレベル35、むちゃむちゃ強いんですよ。まあ、南田竜王と王族の強キャラ持っていれば特攻なしでもねいけるかなと思います。まあ、ちょっとねキャラ持ってねえぜっていう人は特攻をですね何か1体引くと、まあ比較的ね簡単にクリアできるようになるんじゃないかと思います。さあフィーバーインからの必殺技叩き込んでいきます。なのでやっぱり王族のね強キャラはいろんなところで使えるので、やっぱり揃えておくと攻略としてはね非常に楽です。そして SS ランクなんだけど、南田竜王はボスからのダメージダウン 20% ということで、実質ね特攻扱いという感じでしょうか。さあクロスエンマ普通に強い、いきましたね。さあなぜか寸胴丸っていうね、寸胴丸のくせに強すぎるんじゃないの。そして36ポイントもう少し欲しい。さあクリアしました。リンゴ飴かよ。クリア報酬でさ漢方が全然出ないんだけど。さあ来ましたね、太陽の魔レアのレベル8いきます。攻撃力アップ無効と。さあ夏男、さあこんなパーティーでいきます。常夏アロハ姫、このキャラはですね非常におすすめです。普通に強いし、このボーナス玉3個が意外と使いやすい。さあそして白竜を使っていきます。トリプルゼータのポーカーポーカー族、ポーカーポーカー染めでいきます。復活があります、ワンチャンあります。そしてランク Z なんだけど強いんですよ。ポカポカの中では結構ねこのダブルスキルが強力です。モンストとのコラボキャラ。そして対抗棒ですね、プラス8と2、デーカップ2が降ってくる。さあそしてランク Z のアシュラギルファ、全消し&デーカップ2の技ゲージを置くためるとつながりやすくなる。さあこんなパーティーでいきます。さあポカポカ染め、さあ今回夏男なんですけども、 HP がえぐいことになっています。レベル8で200万、200万ってなんだよって話だよね。結構ね6から7この倍でね HP が増えていく。でレベル12がマックスで800万ということで過去最高ですね過去最高 HP 更新しています。そして反撃もね2495、これは厳しい、正直厳しい。だからもう特攻ないと無理ゲーだよね。課金がどうこうとかそんなレベルじゃねえぜっていうね。さあボーナス玉でデカプニ作りつつ、このデカプニ作りつつ、あとこのデカプニの技ゲージを多く貯めるキャラとの組み合わせでいくと、この常夏姫ワンチャンあるんですよ。結構強い、強いとはいえ敵が強すぎる。これはねちょっとね厳しいね。ここまでかという感じですよ。やはり常夏アロハ姫のみではちょっと厳しいか。追加キャラもしくは覚醒夏目いるかっていう感じかな。
さあお助けからのいきます。さあ夏男 HP200 万でも結構えぐい。まだ言ってもレベル8だからね。半分折り返したところと、これはちょっとね、ガチャからね常夏姫引けたからいいようなものの、これがなかったら瞬殺です。反撃をねいかに防いでいくか。そして今回種族縛りも結構厳しい。王族だとかね、ニョロロンの強キャラの種族が使えないということで、さあそろそろいったんじゃないの常夏。さあ100万まだいけるか。いきましたね。さあ110万ダメージなんとか倒すことができました。これは厳しい、これはマジで厳しい。特攻がね強いのはありがたいんだけど、もう敵が強すぎて特攻ないとやってらんねえぜっていうね。オレンジコイン G。 さあそれでは隠しステージやっていきます。星集めやっていきます。 SS 縛り。さあこんなパーティーでやっていきます。攻撃力アップ、毒シャックを使っていきます。こちらスコアタで交換することができます。おすすめです。そしてじゃあオーブン、土の子回復ですね。回復キャラをですね1体2体入れておくと星集め非常に楽になります。そしてアーサー、アタッカーとして使っていく。そしてアルルの元祖バージョン使っていきます。今回女の子キャラがね優遇されるんで、女の子キャラで行った方が攻略しやすいです。そして椿姫、さあ行くぜサマーラビ、パワーアップです。なぜか女の子キャラパワーアップするんで、もう通常マップに関しては女の子キャラで行くの一択ですね。そしてフィーバーインからの、早めに長くつないでフィーバーインしておいて攻撃力アップ何でもいいのでかけておいてアタッカー打つのがいいかなと思います。さあドグシャッコーでバフを乗っけて、そして回復しつつアタッカー打っていく。そして攻撃プラス回復です。さあ行きましたね、楽勝です。行きました、 HP 残しとね60秒。さあ三つ星クリア。さあマップのね攻略もやっていきます。